口の中でイメージしながら混ぜてもらえると伝わるかなと思います。文句なしの美味しさです。あとね、シュークリームがなんと108円なんです。絶対お得ですし美味しいです。食べてみてください。隣には喫茶コーナーで食べるケーキなどを注文する受付場所があります。入って右側奥に広い綺麗な喫茶スペースがあるので、注文したケーキや飲み物をその場でいただくことができます。ゆっくり落ち着けると思います。そして私のおすすめとっておきの喫茶スポットなんですけれども、入り口奥に見える壁一面のガラス張りの前に実はカウンターがあるんです。そこのカウンターに座って目の前でロマンの森の限定ロマンくんのタルトを作られている飾り付けの工程を直接生で見ることができます。ロマンくんのタルト食べてみたいです。3層のクリームが重なって滑らかな味わいを楽しめるとホームページに書いてあるんですけれども、私は見るだけですけどイメージで美味しそうだなっていうのは感じました。出来上がりのタルトなんですが、多くの方が次から次へと、注文して買って帰られていました。結構大きいのでお土産のケーキとしてはお得だと思います。1296円税込みでした。